どうもみなさんこんにちは、キヨキヨです。そしてあよつです。大原です。そしてよっ、タイトです。ということで今日も帰宅部でカズさんワールドね進めていきたいなと思うんですけども、みなの衆、はい、その、カズさんワールド進める前にですね、うん、はい、この帰宅部棟には一つまた問題点を発見してしまいました。いつものやつね、はい、いやいやいや見ないあのね、何かと申し上げると、うん、何かが足りないな、ね、そう、何かが足りない、申し上げてねえじゃねえ問題提起申し上げてないってあ、マグニさんだ。マグニさんが来た。かけろ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 。いや、来ないって、こんなここまで来ないやばすぎるんだろ、マグニさん最初から俺ら殺す気で来てるじゃん、それも。あー、ほらほらほら、やっぱ問題にやっぱりちょっと頭を抱えすぎてやっぱり寝てしまったんだよ、ほら。あ、痛い痛い。じゃあなお。何かと言いますと、やっぱり2020年からねこのカズさんワールドに僕らいさせていただいてるんですけど、やっぱりね寂しい、うん、そう、オーラ豆猫さん、タイタイジュニア、うん、そのね3人がいないとやっぱカズさんワールドのやっぱ彩りがですね、うん、やっぱちょっとやっぱ悲しい、寂しいんですよ。なので今日は、はい、オーラ豆、キヨ猫、タイタイジュニアを救え、チキチキ動物帰宅部にするぞ。帰宅部動物にするぞ我々が動物になればいい。やばすぎるだということで、もう皆さんどっか行っちゃいましたけども、今日はですね、はい、3種の神器と呼ばれるね、動物たち、僕らのね仲間をこの島に連れてくるところまで頑張りたいと思います。思います、はい、よろしくお願いいたします。三種の神器だったの。三種の神器、やっぱりあの風水上最強の生き物ですからね、二人はね、はいはい、二人と三人はね、はいはい。タイトルカズ、おい、どうした大原、大原どうしたんだよ。ちゃんとデコレーションしとこうかなと。デコレーション、まさかまさかこれはスイカタン、スイカタン第2世。いや、でかいじゃん、めっちゃ顔でけえじゃあ、ちなみにタイタイジュニアはオオカミだっけ。オオカミだよね。オオカミ、オオカミってどこにいるの。タイガ、タイガ、タイガ、だからマグニーさんの方にいる。マグさんのあの橋の奥にあるのか。そしたらそう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 か、そうかそうか。あ、で、オーラマメは山岳だね。いや、山岳、まあ、山岳を見つけてとっかの適当に山岳前なんか見つけたな、俺あ、本当に多分このマグニーさんのとこ切って奥だな。ここまっすぐの三角だった気がするんだよ。あ、ほんとか、うん、じゃあもうみんなマグサー方向かだね。で、キヨキヨのその猫さんについては、うん、村にいるということなんで、砂漠の村がね、はい、あっちの、こっちのね、はい、あのメサ方向に確か1個あったので、そこからね、はい、連れて行きたいかなと思います、はい、今回は、なんと3画面収録しておりますんで、はい、おのおののね、視点が見れるということでよろしくお願いいたします。お願いします。よーす。じゃあちょっとおのおの解散、解散行きます。解散。いや、これちょっとボートで俺もう、これもう運んでくるときにもう事故とかちょっと起きたらもうほんと大変なことになるんで、大変なことになるんで、マジで大変なことになるんで頑張ります。今日頑張ろう。これ溝がいい感じにね、オーマイグネス、そこをかわさんでいかんから、オーマイグネス、ここのここの水抜きの、そっか、これ一番遅かった人あれでしょ。いや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 、一番遅かった人が、あ、本当に、え、早っ、うん、一番遅かった人がやっぱその動物に対しての愛があるっていうね。これ割とすんなり終わる説あるぞ。本当に、うん、本当に、え、俺まず、あ、俺村の位置がちょっと曖昧ではあるんですよね。待って、あの魚さ、俺さ生魚でいいの。いいよ、生魚、7匹、生魚じゃんけだ、ね、な、違う、生ジャケなんだけど大丈夫。大丈夫大丈夫、7匹なんだけど、懐いてくれるかな。それやっぱ究極の愛、愛が試される。え、これ愛、愛です、大事な。いや、大原が今大事なこと言った感じしたけど俺聞き取れなかったんだよ。タイタイがなんか愛とか言うからさ。いやいやいや、愛大事っすよ。愛が大事、うん、そう、大原だってそう言ってるよ。はいはい、うん、そうそうそう、はい、まあ、ベッドをね、ベッド持ってるみんな当たりきよ。お、ナイスナイスナイス。絶対ないと思う。一回オートの子持って、うん、あれもうそんな夜、もう夜も寝るようなかよ、もう。あ、マジか。おやすみ。あ、背中もる。陸地がない、陸地がない、陸地がない。離脱。最終奥義。おはー。
よっしゃ、いきます。それではですね、皆さんいい朝を迎えられたということで、まあね、僕らが青原、はい、大原朝迎えてなかったな。迎えて、今迎えて今、うん、昼夜逆転してたパターンですね。そうだね。やっぱり僕らが今ね歩いてるということは、A、ということは、なんだ2対1の構図何も面白くないわ。2対1の構図2対1の構図で喧嘩するだけ、うん、やることじゃないよそれ。なんかやばすぎだろマジで。やっぱりね、今回たくさんやっぱ企画部にコメントをねいただけていますので、はい、レディス・ジェンメン、バリュー・ゲル・ラウ・トーキョー・ディズニー・シー企画部ラディオ、パフパフパフパ フ, パフ。もうダメだよそれいい感じにやすっち完全にダメだ。東京ディズニーシー行ってたし。まあまあ、ということで本当にたくさんコメントいただいております。ありがとうございます。だってさ、コメントするいや、してくれてんだから、そこのそこの問題をできてない。別に無理だ。めちゃくちゃ嬉しいわけよ、言ったら。おわらー、おわら、早なんかいたわ、早いや、まだね、見つけてない。いや、俺もさ、結構さ、何、やっぱ好きな YouTuber さんとかいるわけよ、見てる YouTuber さんいるけど、やっぱりさ、はい、コメントまではしないなっていうのはあるの、正直。そこで、まあまあまあ、確かに。そう、コメントしてくれるってマジで嬉しいことだから、ちょ今回ね、読まさせていただくんですけど、すずさんからいただきました。すずさんからいただきました。お疲れ様です。蒙古タンメンよく頼まれるとおっしゃっていたので、次回のラジオテーマ、辛いものどれだけ、どれのレベルまで食べられるのかっていうね、コメント、質問いただいております。ちなみに、はい、今日の昼食に激辛ごく、違う、ペヤングごく激辛カレーを食べてお腹ずっと痛いですということでね。ああ、そのスーさんが、そう、スーさんが、そう、はい、じゃあまあ辛さで言うと、もう大体すごく弱いから、大体そうだよね、全然食べれないです、マジで。まあ、レベル感で言うと、まあ、ピリ辛ぐらいかな。全くダメではないけど、うん、ピリ辛が限界かなっていう感じ。う、ね、うん、まあ大体が食べてダメだった辛い食べ物の名前言えばいいんじゃない。確かに確かに。蒙古タンメン、あ、蒙古タンメンの蒙古タンメン、うん、うん、はい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 、 あれもまあ辛いもんね、言ったら。得意じゃないね、大原強いイメージあるけどな、辛いの。大原強いね、なんか結構キヨキヨと舌が合うというか、そういう感じはするよけどね。まあ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 、まあ、確かに、うん、通ずるものあるよね。そうだろうか。大原、もうどのレベル無理？無理か、うん、まあ、唐辛子系の辛さは大丈夫だったりするんだけど、山椒みたいな、山椒系が俺そんな好きじゃない。あ、しびれる系は確かに大原苦手ってか嫌いだよね。四川料理とかそういう感じね。麻婆豆腐とか俺そんな好きじゃない。あ、そうなんだ、うん、唐辛子系だったら大丈夫なんだけど。わからんわ、はい、その違い。清浄さんに連れてってもらってさ、うん、めちゃめちゃ唐辛子入ってるラーメン食ったし。あー、その六本木のあの、あれか、フライカンラーメン、フライカンラーメン、フライカン担々麺。あれは辛すぎて味が分かんなかった。あー、あれね、俺あれ大好きなの。イノさん、ちょっと写真のせいで、フライカン担々麺のあの六本木の六本木の総流東極堂っていうお店のあのフライカン担々麺っていう、これ、清浄さん、これマジでね、いや、あのね、うまいんっていうか、もう辛さを欲するときに最高の食べ物があるんですよ、うん、うん、これぜひ食べてください。辛すぎてる、はい、水5リットルぐらい飲んでる5リットル、だってあれ、そうそうそう、汗だくで唐辛子を食べてるよな。唐辛子を、まあ唐辛子あれあんま食べないけど、まあちょっと辛さ足りなかったら唐辛子もちょっと食べるみたいな、そういう感じ。まあ、キヨキヨはね、うん、辛いの無理な辛さ。でもなんかね、市販のなんか、だからジョロキアとか多分絶対僕無理だけど、ああ、なんかお店で食べられる激辛とかはまあ割と大好きまであるかな。だから一回、あの、手越さん、結構手越さんっているじゃん、 YouTube もやってる、うん、手越さんが動画の中、うん、手越さんすごい辛いの好きらしくて、海外行くと絶対あの調味料買っちゃうんだよね、辛い調味料買っちゃうんだよねっておっしゃってて、それ Amazon で僕買えたから、それをね、使ってみたら、はい、めっちゃ辛くて、自作料理はめっちゃ辛い。その自作料理耐えられないな、手越さんのソースは勝てなかった、食べられなかったな俺、辛すぎて。てか俺猫いないんだけどマジで。いや俺もいないえ、これ村に絶対いるとかいないとかそういう話はない。猫、俺村探してたらマグニーさん見つけた
どういうこと？おなんだ、タイタそれマグニーさんをペットにするみたいな、そういう、そういうドイツ発言か。ないないない。どういうこと？じゃあ俺、大体見たことあるけどな。ネクスト村行きますか。え、近くにさ、村あったことある？今マグニー村見てるから。マグニーさんのとこ。あ、マグニーさん、あ、そこ行こうかな、そしたら。タイガなんだけど。タイガの、いいね、いいね、いいね。ありありあり。今見てるけど、キツネちゃんしかいないね。キツネちゃんしかいない。村、砂漠以外だと、ちょっとするのアカシアの村あるけど。マジで？ちょっと行ってみようかな。真っ先に終わった俺がなんか割り見ていいじゃねえかよ。すげえスピードだったの。もう終わったん？終わった。早っ。じゃあもうオーラマメいんの？いる。強っ。なんだよ強っ。大原めちゃくちゃ早かったね。やっぱ強いよな。どうしたっけ。あと俺今村探ししてるよ今。俺マグニー島からドゾさんが餌付けしたワンちゃん持ってこようかな。おい、いいのかそれ。最終奥義。そこに愛はあるんか。愛しかないよ、愛しか。続きまして、帰宅部ラジオチーム。ありがとうございます。ポルチーニさんからいただきました。ありがとうございます。はい。これだけは譲れないってものありますか。人生というかね、生きてて。これだけ譲れない。じゃあちょっとタイタイあります。じゃあもうあります。これだけ譲れない。記憶あります、記憶あります、記憶あります。なになになに。ゴミはゴミ箱から。これはマジで譲れない。あ、村あった。マジで譲れないかも。ゴミはゴミ箱、あとはその使ったら元に戻す。それはもう人生絶対譲れないかもな。ね、ゆきゅうさん、じゃあ、うん、俺思うんだけど。お願いします。それ、まあなんか、譲れねえみたいな感じで言ってるけど。言ってるけど、言ってるけど、なんだよ、それなんだ、ネガティブじゃん。その時によるんすよ。出た！その時によるんすよ。出た、そうやって。何その俺が嘘ついてるみたいな。売られてるよ、今。いや、嘘じゃないんだけど。何よ。食べかけのドーナツとか5時間ぐらいあるぞ。捨てろや。違う、俺は5時間かけて食べてんの。俺は今今そこでステイしてんの。違う、ね、マジステイしてんの。1回最悪じゃねえか。ドーナツ食べながら、あそこそういえば仕事してなかったなって思って、うん、作業部屋戻って作業してって、で戻って食べてるな、うん、まだ食べてる状態なのそれ。それあれよ、あの典型的な部屋片付けらんないやつ。今からやろうと思ってたんだよ。それとほぼ一緒なんだ。なるほどね。いやもう本当に本当に本当にそうすぐ文句言うやん。まあ、もうあれはね、怖いわ。いやいやいや、だって、とりあえずキヨキヨさんは、うん、まあ、言って言わないでほしい。だから大体とかあるな、譲れないとか。俺ね、譲れないのないんすよね。あ、でもタイタイはそう。いや、マジでそのキャラ作りとかじゃなくて、まあそうだよね。なんか、周りの人にマジで合わせるよ。うん。まあ譲れね、俺が、自分がすごく損するだけのことは嫌だよ。ただ、なるほどね。ああ。別にっていう。俺も一個あるつまんなくて。めちゃくちゃ、みっちんだけど。うん。いまだに今、最近はもう、なんかそういう機会減ったけど。うん。割り勘が嫌いなのよ。あ、そうなん。おお、なるほど。え、それ待って、俺初めて知ったかも。 俺も初めて知ったかも。え、初めて聞いたよそれ。割り勘が嫌い。割り勘が嫌い。ほうほう、ちょっと教えてください、教えてください。その、うん、めちゃくちゃ金ない頃があったのよ。うんうんうん。それこそなんかもう1日300円ぐらいで生きてますみたいな。高校の時とか、うん、高校の時めっちゃグミ買ってなかった。まあいいよ。いやいや、詰めるな、詰めるな。毎日のちっちゃいもん買うたびに金使って、貯金とかねえよ。あー、でもそういう感じはするわ、確かに。はい、さっきね、なんかみんなで飯食うとさ、うん、8人とかで、うん、しょうがないと割り勘なんだけど、うん、はいはいはい、足りないから食わねえだよ。ああ、なるほどね、なるほどね。はいはいはい。だから計算して、うん、もう抑えて、ちょっと500円ぐらいで抑えよって、食べ終わりました、うん、割り勘でいいよねっつって入って、ちょっと待って、じゃあいっぱい取られるんだ。おい、それ俺やないかい、それ。それ俺やないかい、それ言ったの。お前かい。言ったら俺やめて、喧嘩をやめて。だからあれだよね、言ったらちょっとお金ないから、じゃあちょっとカルビちょっとだけ食べて、みたいな。カルビちょっと食べるから、言ったらじゃあ700円で抑えようかな、みたいな時に、みんな焼肉行くと、ってことだよね、言ったら。
そう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 。なるほどね。僕じゃない、僕じゃないですかそれ。犯人マジで。なかなか言い出せてないじゃないですか。今いたわ。うん、いたわ。俺だわ。確かにそれ俺だわ。俺めちゃくちゃ金ない時ね、それされるとね、俺が頑張って金を抑えた意味みたいなものがあるよ。まあ確かにね、まあ、確かに、ね、それは間違いない。飲み物も水で済ませ、はい、食うものも一番安いものを食いみたいな、はい、しかもさ、はいはい、しかもさ、じゃあどうせ割り勘読みのたくさん食べるはちょっと違うしね。そうそうそう、だってそれ増えるしね、どうせ、うん、ね、そう、割り勘失敗した時に金なくなるの俺だから。確かにね。まあ、とかね、とは言いつつも言いにくいもんな、そんなこと。自分で抑えてるけど、自分たちさすがに言えからさ、うん、俺も大原がさ、その割り勘やだって言ったから、もう俺が全部払うって言い出す、言い出す系の人になったのかと思ったわ。俺も最初そうかと思った。あの、めんどくさいから俺払うわ、俺払うみたいな感じかと思ったわ、うん、自分で食ったのは自分で払いたい派だね。なるほどね。おのおのでね。ああ、おのおの系ね。確かにそれはまあどうなんだろうね。まあ割、まあその人になるか。うん。も金がなくても自分で払うのが当たり前だとっていうのが僕のこだわり話になるのかもしらん。割り勘ダメ絶対。ダメ絶対。オーケーオーケーです。いや俺マジでもう村2個目いない。2個目もいない。猫をさ、猫をこう狩猟してる人ワンチャンいるよ。もしよく見たら名前がカズネコみたいなやつだったらやばいから。いらっしゃった、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 いらっしゃった。ちょっと待って。超敬語やん。まあ、どうしたらいいんだっけこれ。もうなんかいきなり近づくとなんか逃げるよね。もう静止して、魚持って静止してるみたいな。それ近くなったらポイって投げるみたいな、そういうニュアンス。いや投げない。右手で上げればいい。あ、右クリか。そうそう。さあおいで。さあどこだ。さあどこ、あれどこ行っちゃったね。どっか行っちゃったね。三人称は見失うぜ。あ、いた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 。さあさあさあ、いた、いまし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 た。さあどうぞ。ちょっと待ってね。俺ここで静止し、ここで、ここで、ここで静止しときます。あー、いいね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 。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ああ違うのよ、違うのよ。嫌われた、嫌われた、一瞬一瞬嫌われた。でもシフト押すといいらしいね、これね。シフト押すと近づけんの、これ。スニーク、スニーク、まあ、逃げられなくなるみたいな感じ。なるほどね。まあ、近くでシフトで待っていいんじゃない。いらっしゃった、いらっしゃった、いらっしゃった。ちょっと待って、あっていうな。静か、静かにして、静かにして。静かにして。早いとダメな、早いとダメなんて。早いとダメだから、ゆっくり行こう、ゆっくり、ゆっくり。なんかここでじゃあ俺木になればいい、木になればいい。じゃあ俺そう、擬態して擬態。どっか行っちゃった。一回じゃあ木、サボテンか木を置くかみたいな。じゃあ俺こっち、まず相手の歩行先を読む。歩行先を読んで先回りしていく。さあここ歩行先をもう先回りして、これ待っとく、ここで。おい、ちょっと待って。さあ来い、頑張り。さあいらっしゃいなさい。さあこちらへ、そうそうそう、さあこちらへ、のっそりのっそり。さあどっちに行こうか、どっちに行こうか、迷ってます。さあ暇だなーっつってね。さあサボテンか、さあサボテンに同化しております。キヨキヨ今顔が怖いって切ない、顔が怖いって切ない。それ知らんけど、それは。それだ。一回俺エイムで合わせようかな。一回魚タップしたらいけるよね。うん。いきます。やろ、やろ、やろ。あ、え、え、食べたのか今、食べたのか。あ、食べてる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 。めっちゃ食べる。あれ。食べてどっか行っちゃうんだけど、それは何なの。ハート出ない。割合、割合、割合か。うんげ、うんげ、うんげ。さあいらっしゃい、いらっしゃい、さあいらっしゃい、さあいらっしゃい、さあいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。家電量販店や。さあいらっしゃい、さあいらっしゃい。スーパーや。さあ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 、どうぞ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 。ジャングルめっちゃでかいんだけど。すごいすごい。どうぞ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 。やったー。
え、これでも仲間？そう仲間。なんだなんだ、いい、好きだったんじゃん俺のこと、結局はね、ね、結局はだいぶうぜえな。あれ犬いる？ついてくるの？何？ジャグルに犬いるで。嘘だ。帰ろ帰ろ帰ろ、こっちこっちこっち。あー、いいやいいや、かわいい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 。いや今年の猫さんもかわいいね。ジャングルに犬いる？ジャングルの手前の森に犬いるわ。マジで？捕まえた、持って帰ろう。おい、どうして捕まえるんだよ。なんでその貴重な犬を捕まえちまうんだよ。おら、大原人間にしようと思う。ワープス、ワープが最強だよ。あれってか、俺な、俺ら名札さては持ってない説か。イエス、俺めっちゃあるよ、まあ、名札。あるっけ。釣りなめんなよ、釣りを。ああ、そっか、釣り大体だった。釣り職人大体だった、そういえば。マジで無限にあるわ。さあ、そんなこんなしてるうちにですね、キョキョ選手、もう島見えてきました。はい、猫さんを乗せてはるばる村を見つめて。おわら、どこだ。もうジュニア、俺一人。確かにね、オアル候補してくれたっていうことでね。ジャングル、ジャングル。これさ、ちょっと待って、これさ、うん、これ本当にこの断崖絶壁結構きついな。気合いよ、そんな。え、これは橋を作ってってことだよね、多分ね。待って、最初の船着き場から俺入れた。ああ、なるほどね、それはクレバーだな。最初のっていうか、昨日の、昨日作った。あ、昨日作ったってことだ。今日作ったやつ。はいはいはい。あそこ、オアル座標を頼む。マイナ670の1100。船着き場、これのために作ったんだよね。こういうね、こういう、ね、大事な時用に作る。え、これってさ、え、水抜きとかした？してない。してない。今俺の場合リードがついてたから溺れないよね、これ。こんだけ頑張ってさ、溺れないの。あ、溺れないらしいわ。オッケー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 、よかったよかった。一応ね、救出用の松の、ちょっとこれ斧でさ、尻尾、ちょっと斧、そのさ、猫さんさ、全身で乗るのよ。全身で乗るから。まずは清子さん、斧で猫を縛ろうとしてる。ちょっと斧でワンチャンやっちゃったらやばいから。その、そのさ、あー危ない。あー、こっち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 よ。おい、ちょっと出たよ出たよ出たよ、これ。ちょ、マジ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 、はい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 。おい、危ない。ほら、ちょっと誰、溺れないって言ったの。溺れるか溺れないか。あ、なるほどね。当たり判定ね、確かにね。いや、よかったよかったよかった。はい、上陸でございます。ありがとうございます。こっち、あれ、おいで。おめでとうございます。ありがとうございます。あれ、これ座、お座りしちゃってんだけど、これってさ、右クリックか。うん、おいでおいでおいで。じゃあね、ちょっとね、おいで。まあでもここ、ここに、あー、ほら、喜んで。バトルさせるんでしょ。なんでで、めっちゃ喜んでくれてる。ほら、あー、やったやったやったっつって。ジュニア、どこだよ。はい、てってリモートエンディングで。せめてジュニアと一緒に終わらせてくれよ。ちょっとマジで、ここあの、本当にあのクリーパーとか、マジでマジで撤廃条約なんだ。マジでクリーパーとか本当に許さんって感じだから。猫から逃げていくから大丈夫。うん、え、クリーパー、なんだよ。そうなん、猫最強じゃん。だからクリーパートラップで猫使われるよね。優秀だな、猫さん。本当に本当に優秀だな。はい、ということで。いや、あれ、オーラ豆どこいんの。あ、いた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 。見えたか、出てた。オーラ豆、オーラ豆。また俺一つ学んじゃったな、今日の動画で。またクリーパートラップ。 何締めようとしてんだよ。猫さん、ベッドから離れないんだよ。寝たいんか。あ、そう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 。あ、そうそう、偉い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 。そう、オーラ豆と仲良くしよう。オーラ豆にビビってるよ、猫さん。ほら、知らんからな。ほら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 、あれ、おい、寝とるやん、猫さん。猫さん偉いな、ほんとに。よし、連れて帰ろう、連れて帰ろう。ジュニア、俺負けていい？ダメだ。はい、分かった分かった分かった。はぁ、あ、なかったな。よっしゃ、帰ろう。ああ、タイタイ来てくれたの。
タイタンジュニア2020ジュニア黒、今回黒い、ね、なんか水に黒うわ黒いね今日。あ、これあれか、あれか、あ、これ水払ってんだ、喜んでんじゃなくて。あ、そうなんだ。あ、ほらほらほらすごい。あ、白黒タイタンジュニア、タイタンジュニア2021年へようこそ、ようこそ。ほらみんな待ってるよ、こっちに。ほらみんな待ってるからこっちだよ。ほんとや、うわー、ようこそタイタイジュニア。猫さん、猫さん偉くなったな、ついに。猫さんちょっと泣いてない？泣いてない？猫さん今泣いてた、今涙見えた、今俺幻覚で。それは幻覚。ほらほら、ごめん猫さん、タイタちゃん、お前ら元気でしとったか。久々だな。久々ということで、いやーこれちょっと感動の回だったな。やっぱなんかちょっとやっぱ3人いるとやっぱ違うな。で、おー、タイタイジュニア来た。そして、おー、来た来た、帰宅部だな、帰宅部。じゃあ帰宅部だよこれ。この3人にね、今から一発芸やってもらおうと思います。あー、またね、いつかこの3人で、この6人でね、一発芸やる時が来るんじゃないかなと思いますんで、ぜひとも今日もご視聴ありがとうございました。ぜひともぜひとも今日ご視聴ありがとうございます。17時30分にですね、このキヨキヨチャンネルプレミア公開してますんでね、ぜひとも毎日遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。そして、動画の説明欄には大原とタイタイの YouTube チャンネルリンクあるんでね、3人を登録してもろってね、帰宅部3人応援してくれたら嬉しいなと思います。ということで、お願いします。ご視聴ありがとうございました。